皆さんこんにちは。こちらライフハイプラーサーラーチンです。おはようございます。すごい振り向いてる人いるよ。振り向いてる人いるよ。何見られてる。見られて生きる職業ですから。そうなるはず。皆さんおはようございます。石亀作戦役の伊藤拓さん、お願いします。ということで、はい、僕ら今どこに来てると思いますか。わかんない。皆さん見えてますか。秋葉原駅にお邪魔してます。ましたー。ということで、まあ、なぜかと言いますと、はい、うん、お、持つぞ。何持ってんの。アドマチップ。アドマチップでございます、はい、そう、アドマチップです。今日はそうです。わかりますか。アドマチップからね。違う天国。はい、今回はヴァンガードシティトライアルを僕らがちょっと先行して、はい、ちょっと楽しませていただけるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。つまり結果出たよ。嬉しいよ。うん、で、ヴァンガードシティトライアル、はい、今ね、あのマップを持ってますが、こちら2022年4月22日から8月7日はヴァンガードが秋葉原、大須、日本橋の全国3都市をジャック、はい、遊びたアダベケイアベチェイ遊び方教室、はい、謎解き、うん、ファイトイベント、オーイエー、ヴァンガード熟練者の方はもちろんルールを知らない人も楽しめる超ビッグイベントで、めちゃめちゃいいですね。盛りだくさんやし、始めやすいというか遊びに行きやすいね。そうだね。そう、だからもう今回は3つね、はい、やれることがあるってことなんで、どれやんの。ファイト戦いたい。イエス。戦う。でもちょっとさ、発売当時は平和に行きたくもある。Yes! だから遊び方教室と謎解きあるよ。ピース。ピース。あ、じゃあ遊び方教室だな。謎解きやりましょう。謎解きやりたい。解いていきたい。もう今日、そう、僕たちは今日気分はシャーロック・ホームズでございます、はい、この秋葉原の街に散りばめられた謎を解きにやってまいりました。でですね、はい、あの謎を全て、うん、はいはい、解き終わった暁にはなんと、ピーン、こちら、テン限定ストレージボックスでございますね。ヴァンガードシティトライアルの文字が刻まれておりまして、主要キャラクターたちがしっかりとプリントされている。嬉しいですね。うん。まあ、あのデッキも発売されるし、うん、来月にはそのデッキ拡張できるパックも発売されるというところで、めちゃめちゃ使えるんですね。そう、普通に実用性マックスですから。あの記念品にもなるし、あの実際に使っていただいてもいいし、うん、ぜひとも手に入れていただきたいアイテムでございます。お願いします。ということで、はい、あの早速解きに行きたいんだけれども、これに参加するには、うん、まあちょっとすぐ行こうというわけにいきません。え、謎解き参加券というものが必要になってまいります。謎解き参加券、うん、でもらい行こうじゃん。もらい行こう。いいすぐもらいこう。僕ら独自のルートで、あのもらえるようになってるんで、さあ行きましょう。行ってきます。よし、カノ洞窟でございます。行きましたよー。ということで、はい、まず僕らここでエントリーしていきたいと思います。おいどー、エグザ、はい、すいません。小笠原仁君の演じている小芝ライカのトライアルデッキください。あーすごい、作品を愛してくださってるからだね。はい、ちょっと伝わってきますけれども、はい、実際にこの感じの圧のお客さん来たらちょっとこうなるかなと思い前のめりでいきたいと思います。思ったんですけども、出してもらいました。こちらよっ、バンガードトライアルデッキ、トシがライカのデッキになります。ついに、はい、いいんですか。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。でですね、はい、この中にあのデッキとか、うん、スリーブとかいろいろね、本当にたくさん入ってるんですけど、うん、一緒に冒頭でお話しました謎解き参加券を封入されております。よろしくお願いします。お楽しみください。それでは開けていきたいと思います。はい、デレンデレンは問題だな。あんまりないですけどね、あの買ってここで開けるってあんまりない。ありがとうございます。あ、ちょっとね、お貸していただいてね。もう全部引っ込むこともあんまりないと思う。ないですかね。じゃ全貌を明らかに
きたいなと思いまして、めちゃめちゃ盛りだくさんですが、はい、今回お目当てはこれですね。うん、無料参加券ゲットしました。はい、ということで、はい、謎解きエリア、謎解き置いてあるエリアに戻ってきたんですけれどもね、はい、まあ、あのトレカの洞窟さんも、まあ、この時間無事開店しまして、本日も元気に開店しまして、元気に優先が流れています癒されますね。いいですね、素敵な BGM の中で、はい、謎解きをしていこうじゃないかでございます。つまりは僕らも声を張っていこうってことです。OK! 感染対策をしながらねということ で、 そうです、ね、あの先ほどあの伊藤さんがね手に入れた謎解き三角形、はい、で引き換えてもらえるものです。もうね、ちょっとヒントだったりとか、まあ、こうやってやるんだよっていう練習問題もね書いてあるので、うん、分かりやすいですね。はい、それでは裏側のね、うん、あの書き込みを終えると、まあ正解であればストレージボックスと引き換えができると。よっしゃ、うん、記念すべき第1問来ました。こちら皆様にはね、実際に来てみていただきたいというところで、今、はい、ちょっとこれなんですけど、まあ、やっていこうか。ああ、謎の人はこういうものだよねっていう問題があるね。まあ、001感あるね。ありますね。ちょっと成人男性はあまり舐めないでほしいですね、これは。でも、あの、ちっちゃい子でも、うん、若い世代でも解きやすい。俺が若くないってのかよ。電話しないよ。なんでなんでこいつ喧嘩か。マジで公式チャンネルの動画で喧嘩しやってもいいんだぞ。まあそんなまあね、はい、ここから難しい問題とかもね、ちょっとレベル上がっていくかもしれないですけど、うん、うん、とりあえずでも分かりそうだね。一斉の音声でさ、まあ、見えないけど一斉の音声で答えさせる。一斉の音声はっ甘いよ。いや、ないよ。いや、何ですか。小学2年生だよ。なんだよ、若いってのか。あー、いや、どうでもいいんですけど、まあ、ちょっとね、あのここには IQ の差がね、20以上あって会話が成立しない。やめとけやめとけ。しかも皆さんには多分モザイクとか映ってないから意味不明な、何も見えてない。どう考えてもこれだろうってやつの横を指してきた。何が何が。はい、という感じでね、はい、まあ、これ第1問目、僕らこれからちょっとね、あの他の店舗様にもお邪魔させていただいて、巡れるの、巡らせていただけるみたいな。どうしよう、どうどうって何。そう、巡らせていただきます。いくぞ。はい、びっくりした。危ない。大丈夫、ごめん、おつかなかった。おっ、おる。ということでね、うん、僕たちは今アニメイト秋葉原本館にお邪魔しております。いや、お邪魔させていただきます。お邪魔します。ありがとうございます。まあ今ちょっと開店前にお邪魔させていただいてるんですけどもね、うん、もう視覚情報だけで全てを楽しめる、もうそんな気持ちで、ね、僕はもう楽しみに来たんで、ありがとうございます。ちょっと行ってきますね。紹介紹介するものがあるでしょ。そうなんですよ。ということで階段を上がって、はい、すぐの場所、ありがとうございます。で、デッキね、デッキ、ワイヤルデッキと、うん、まあ、カードパック、はい、とキャラクターのなんとグリーンスタンド。へー、嬉しいね。ワイ足が3キロあります。ロング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 レッグロングロングレッグロングロングレッグライカを手に入れてください、ぜひともね。もう今回のマシンキー登場キャラクターね、うん、3人ともいますので、裏切りかわいいですね、本当にね。ね、うん、めちゃくちゃね、ちょっとミステリアスな感じ。さあ、もう足が12キロあります。12キロ、うん、ベリーロングレッグ、ベリーロングレッグミチルです。ミチル手に入れてください。はい、やっぱ思ったよりさ、ボリューム感があってすごい嬉しい。なんか大きいね。うん、なんか大きいっていいじゃん。大きいはね、正義ですね。大きいってテンション上がるじゃないですか。ボリューミー、すごく素敵。伊藤正浩君はね、もうあの声優界の体感巨峰主義のゴンゲなんだよ。結構極端なタイプですね。何もかもがでかいに越したことはないでしょ。確かに。
もう、土球戦艦伊藤です。よろしくお願いします。あ、無料なのこれ。何これ。そうなんです。うちは、うちは夏ですから、うちはいるじゃんねってことで。こういうこと。そう、裏見て。うわ、すごい。カードになってるよ。ですよ。やっぱでかいっていいっすね。体格強。でかいっていいよ。同級戦艦もまだいるじゃん。でね、はい、ここが、うん、あのくり抜けるんですね。あの指と押せるように。こういうことね。そう。で、それが、はい、あのゲームで使えるファイターズコインとしても使えるというアイテムになってます。だからゲームで使えるものがそもそも無料で配布されているという。すごっ。ことでございます。これをさ、うん、もう来てくれた人がさ、あ、いいやんと思ってさ、まあ、持ってってくれるとするじゃないですか。うん、もう街中でこのカードを持ってる人たちが溢れかけになってますからね。うん。みんなあれなんだってなるわけですよ。確かに。皆さんね、ぜひともね、まあ、シンプルにうちは今必要な時期ですから、はい、これを手に入れて外歩いてる時にもバンガードをもう知らしめてください。よろしくお願いします。お願いします。あー、ということで満喫できたね。できたよ。もう全部やって、うん、戻ってまいりました。戻ってきたら、あのね、僕たちから見える何ビジョンにマノ君が映ってる。そう、UDX さんも一緒に。まさかのマノ君が。ずるいよ。すごい。俺も映りたい、UDX のビジョン。思い入れのあるチーム。ああ。映ろう。ちょっと夢できました。あげてらんないです。ぜひ。いや、本当に楽しかったんですけれども、最後に、ライブの告知。我々がね、じゃあなんで今回、こうやって参加させていただいたのかというところでね、はい、すいませんねというところで。一つお付き合いいただけたらと思います。はい、お願いします。私が、所属させていただいているジャイロクシャーというロックバンドございます。うん、8月6日土曜日から、9月3日土曜日の期間全5会場を回るジャイロクシャーツアー2022フリースタイル開催されます。もうそろそろや。もうそろそろ、ね、本当に2週間後ぐらい、間もなく今始まるんですけれども、はい、まあね、こんなパッパラパーな感じでやらせていただいておりますが、まあ、バンドやるときはね、うん、本当に皆様に最高の熱いロックをお届けに行きますので、楽しみにしていただけたらと思います。もともとジャイルのことを知っていただいている方は、うん、さらにパワーアップした姿をお届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、ということで、はい、見方もあるんでしょ。ありがとうございます。みんなということで、私、山崎亮が長星蓮也として参加しているアルゴナビスも初のワンマンツアー、アルゴナビスライブツアー2022ランナップが今年の秋に開催いたします。ありがとうございます。うん、ランナップ、大阪、福岡、神奈川の全3都市ですね、お邪魔します。そして、7月末より各チケット選考がスタートしておりますので、ぜひ公式ホームページチェックしてください。お願いします。初めてのツアーなので、こちらもね、パワーアップしてっていうか、まあ、とにかく僕たちも何を楽しみです。で、いろんな思い出が皆さんと作れたらなと思っております。よろしくお願いします。うん、そして、ヴァンガードシティトライアルは秋葉原大須一本橋で1月22日から8月7日まで開催中でございます。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。ということで、皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでね。